なかなか痩せられない方、お腹の脂肪を減らしたい方におすすめな自重でできる筋トレを紹介していきます。なかなか痩せられない人に多いのが負荷の軽いエクササイズをやってしまっている、そういった場合が多いです。よくウェイトを使うことに関してはビッグスリーと言われる筋トレがあるんですけども、例えばベンチプレス、スクワット、デッドリフト、そういったエクササイズがあるんですが、それはやはり重りがなければ行えないっていうので、初級者や中級者の方は行ってないと思います。今回それを自重、自宅でできるビッグスリーというのを紹介していきます。今回たったの10回です。一緒に真似して頑張ってもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見てもらうことで、最短で痩せるための筋トレ方法というのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、自宅で簡単にできるビッグスリーというエクササイズを紹介していきます。重りを使わない代わりに、できれば今回椅子を用意してください。椅子がない方は椅子なしでもできるんですけども、ちょっと可動域が狭くなったりやりにくくなったりしますので、できれば椅子を用意してください。もしない方はやり方だけでも最後まで見てもらえたらと思います。今回自宅で自重でビッグスリーを鍛える方法としては、片方で行うということです。手は例えば2つあります、足も2つあります。それを片方で行うことによって、自重でも負荷を上げることが可能になります。大きい筋肉を鍛えるほど筋肉はつき、小さい筋肉も同時に鍛えられ、大きな筋肉を使うことによって修復回復という過程で代謝が上がります。しっかり筋肉を使うことによって、摂取した栄養というのが脂肪ではなく筋肉の回復修復に回りますから、大きい筋肉を鍛えることはとてもメリットがあります。なおかつ少ない回数でいいので時短にもなります。なかなか1時間走る時間作れないとか、フィットネスクラブに行く時間作れない、めんどくさい、そんな暇ない、そういった方には今回がおすすめです。3種目、各たったの10回です。時間にすると1分、2分、それぐらいでしっかり鍛えられて終わることができます。ではやり方を紹介します。まず1種目目、スクワットです。スクワットを片足で行います。よく片足伸ばして下までしゃがんで立つ、これは結構難しいです。上げてる足の前ももは大腿直筋使うので、弱い方は足が痛い、そして足首硬い方はこのように下までしゃがめれない、後ろに転げちゃう、そういったパターンもありますので、今回は後ろに足を伸ばしてしゃがむのはももが水平まで、バランス取るために手は前に伸ばします。片足上げてこういう感じで1回、これを10回やります。もし難しい方は軽く椅子を持ってこのようにバランス取りながら、きつければ少し手を使ってもいいです。両足でやるよりは軽く手の力が入ってもこれの方が効果的です。これでバランス取りながら行ってください。これをまず一緒に10回です。次にプッシュアップをするんですけども、自重でするので片手でします。ですがバランスが取れにくいので反対の手を少しだけつきます。このように片手でやるのは難しいです。ですので少し親指だけをついてプッシュアップ、できるだけ片側に力を入れてください。もし指が痛いって方は3本とかにして、体重はできるだけ手のひらの方について行う。椅子がある方はこのように椅子に手をついて、あんまりこっちに力入れないようにして行う。これを各10回。最後は椅子の真ん中に手をつきます。右手の場合は左足をつきます。これで片手でこのように行います。負荷を重くしたい方は足をできるだけ前に出して
ういう感じでやっていきます。今のエクササイズを一緒にやってもらえたらと思います。片方の手で支えてやるんですけども、両手でやったり両足でやったりするよりはまだ負荷が高いですから、今回の方が効果的です。3種目左右各10回一緒に頑張っていきましょう。いきます、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 反対いきます。OK。 次はプッシュアップです。いきます、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 反対いきます、頑張っていきましょう。いきます、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 ラストです、いきます、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 ラストです、いきます、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 はい、お疲れ様でした。今の3種目自重でしっかり負荷があって、さまざまな筋肉が鍛えられる、これはまさに自重のビッグスリーと言っても過言ではありません。もちろん椅子がいるんですけども、椅子がない方はですね、まあ、気をつけながら低いテーブルで行うとか、何か硬い台を使ってやるとか、そういった感じでねやってください。もちろんスクワットは多分テーブルとかね、タンスとか、ああいうところを持ってできると思うんですけども、最後の種目はねちょっと難しいので、何か工夫をしながら今の3種目やってもらえたらと思います。もちろん軽いエクササイズで細かい部位を鍛えるのもいいんですけども、やはり痩せるということに関してはできるだけ大きい筋肉を鍛えた方が、小さい筋肉も同時に鍛えられますので、時短になり代謝も上がり、おすすめです。ということで、頑張ってやってみた方、もしくはやってみようかなと思った方、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。各種 SNS もやってますので、説明欄からよかったらリンクのフォローをしてください。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.